SKJ ビレッジ。はい、おっしゃるとございます。SKJ ビレッジのエゼツと、サガスト、キングです。はい、スマブラ。はい。ずーっとね、なぜこの企画をやらないのか。B 技最強決定戦。おう。ただの B、きっとね、ミュンミュンはかなり強いんですよ。やばいやばい。うん。あ、そういうこと？でも1個、1個決めたらもう B しか使えないです。なるほどね。はい、スタート。いけ。あ、ちょっと危ないです。やばい、やばい、ごめんなさい。ピュッピュッピュー。ミスターフリーザーと言われてるぐらいですから。おお、誰よ、定評しかないんですよ。ミスターフリーザーと言われてるんですか。はい。じゃあ凍った姿を見たい。まだまだ言われてるんですよ。言われてないですよ。これ言っちゃうわけでしょ、もうだって。ほら、ちょっとスタートしてもういきなり始めていいですか。はい。で、俺は隙を見て食べるわけよ。なるほどね。うん。なんか俺リュウカのね、そのみんな動く癖も俺読んじゃってんだよ、完全に。じゃ、だからごめん、これ俺が悪いわ。リュカ多分俺使っちゃいけないわ、禁止して。3連勝したら一旦殿堂入りですね。ああ、今2勝2勝です。あ、じゃあごめん、頼むわ。それ頼むわ。だったよ、もう一瞬の勝負、一瞬。あ、はいはいはい。あと一発か。え、早い。あー、いらないんです。ご、こわ。はい、マジ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 。逃げろ逃げろ。死んだと思っちゃったんだ。それきついよな。きつすぎだろ。はい、マジマジマジ。どう？な、え、あーい、弾けたー。出たの、ここ。なんかさ、ここに出たんだよ。あんまりアスファルトのやつ見ないわ。ここだったんだよ。アップデートしてもらえれば。なんか宣伝書できると思っちゃった瞬間に静かじゃん、急に。お前考えてほしいよ、このルカリア。つい決まってんじゃん、100食らってんだから。なるほど。ルカリア、つい決まってんじゃん、100食らってんだから。なるほど。お、ちょっと、心配。ちょっとね。お前、3連勝止める役割をしてよ、正直。よく言うな、君が大体3連勝導いてんだ。人を送り出してる。違う。知っちゃってね。こうやって俺、なんで頑張った。でも、知っちゃうから。ラムジュ、バーン。いやー、こいつ強えな。バラバラバラ。真ん中に違う人がいるの。お願い。くらったろかいな。くらったろかいな、すったろかいな。あの、魔のポジションに。え、どういうことですか。どういうことですか。SA2 ゾーンって言うの。え、これどうしよう。どうしようね。どうしようもないから勝利決めれば。ないから勝利決めれば。いや、ここまで撮影でした。次、ここからはアスマブレプレイヤー。それでまだ煽ってなかった。ここからそれ思い出したからもう煽るよ。そうそうそう。のんけ、食べた状態キープでいきますけど、ルキナできないですからね。はい、バチカー。はい、バイバイ。ね、ふらめてたよ。はい、バイバイ。大丈夫大丈夫。ベルはナイス。すごいな、 B 連打いきましたね。リンゴー、リンゴでさ、何が3倍やさでしょ。できると思ったんだ。あ、ちょっとやりますね、今日も1日。いただきます。誰も3でしょ、できてないのにさ。うん、いいね、膝触っていいのそれ。ダメかも。そんなと思え。よかったっしょ。そこにいたら強いわ、そりゃ。これもこれもね、うまい。最後どうかもな。これもね、うわぁ、うわぁ、タイミング合わせるとうまいね。ポポポポポっつってな。おおお
だから私早いっちゃ早いね。俺は煽るな絶対。俺は煽る。今の俺関係なすぎ絶対煽るな。あっ、おいい姿勢だったから。ハンガード当たんなかったな。あーっ、今ね犬に当たんなかったろ。カモの首ギョイってなった。今の失格。惜しかったよお前は。大丈夫な、マジで大丈夫、心配すんな。お、ガム、ガム、ピュッ。うわ、強っ。ガム、ガム、ガム、ピュッ。おー、危ねえ。いけないじゃね、もう。お、ジャンプ。くっす、くらっちゃうでしょ、これ。ほらほら、当たっちゃうんだよ。あ、こんなのいい、それで喜んでる程度の人間ってる程度の人間って。マルコンチャーキーうまい、噛めば噛むほどうまい。マルコンチャーキーもう一口食べたいんだ。マルコンチャーキーうまい、噛めば噛むほどうまい。マルコンチャーキーもう一口食べたいんだ。マルコンチャーキーうまい、噛めば噛むほどうまい。噛めば噛むほどうまい。マルコンチャーキーもう一口食べたいなと思ったら、うん、マルコンパンチを食べちゃった。低い焼き食べようかな、じゃあマルコンチャーキー。本当ですか。ちょ、わざわざキャンプするやついる、それガチで。ジャンプはしないで。お、うまい。あ、ファルコンジャーキーを調理してる。調理中。あのさ、ガードっていう概念を。ベーッ。回でしょ、勝ってやばいよ。3連勝初キャプテンファルコン、ファルコンパンチ3回当たるっていうのは視聴者が全員離れる。おかしい、普通に。ベーッ。あ、戻ってきた。嬉しい？ちゃんとやれば別に。あ、ゲットいいとか言ってるの。これさ、やばいよ。え？こういう変に…あ、これ、行けるわけないからな。ということで、ファルコンパンチで4連続負けるドッキリー。負けるわけないんですよ。気持ちよかったよ、シンガー。それはみんなガチで言ってる。いや、どうやって4連続で当たんの。え、ガチでそれ。え、俺は当たりに行ってたのこのパンチだって言うの時間あるじゃん。あ、わざと当たるじゃん。だって明らかにおかしいでしょ、あれ当たるの。主催ちょっとおかしいなとは思ったけど。でも主催ちょっとおかしいなとは思ったけど。でも、もう3回も当たってるとさ、うん、実力あるかなって思ってきちゃうよね。しかもリアクションも結構リアルだったし。うん。でも実はそれも嘘ドッキリ。あ、実力です君の。今説明ちょっと苦すぎてドッキリしようかなと思って。あー、もう行動パターン読めてきた。バグ。あ、行動パターン読めちゃった。いやでもさすがに気にしそうな感じが。ダメだ、ガップ反射できません。近くにいるとき撃っちゃダメなんだよね。そうかな。でもこれむずいね、当てんのやっぱ。むずいの当てる。ああ、でも当てるか。さすがに俺だな。すぐ食べる。ああ、それね。ああ、オッケーオッケー。あ、見えた見えた見えた。その後好きに行くから。本当に。ああ、うまくなったね。じゃあさ、メラゾーマ消えないよ。うまくなったもんだね。メラゾーマ消えないな。いやー、教えなきゃ勝てないの。それつまり、うん、俺のパンチですね。俺のパンチですね。うん、ペンチっていうのはやめてもらっていいかい。うわ、でもこれどうやって攻撃しよう。当たろう。うわあ、当たですか。当たる、よかった、いや、よかった。
おお、まださすがに耐えます、ね、さすがね、はい、うわこれが気持ち上がる、これがミスター・ミザです、覚えてください、ガチでこいつ、なるほど、絶対なんで話しちゃうの、映画で話すか、マジやべ、地球総大会ぐらい緊張する一番緊張するよな、地球総大会が、うん、遅かったら恥ずかしいもんなおぉ、時間待ててます、大臣別掴んできたんじゃないの、時間待ててます、大臣これ緊張感ありますうわどうなのよ、マイクスになっちゃってさ2本取ったほうが勝ちね、2本取ったほうが勝ち、いやさすがにメンメンか、まあ、うわやっぱそうか、メンメンだよね、なるほどなるほど、ここは第一試合、ここは負けても完全な実力よ、ここはもうそりゃそうだよ、だから若干、まあ、完璧なメンメンがちょっと有利ではなかろうかというところがありますが、ベースもまあそのプレー次第ではいくらでもカバーできる範疇にあると思いますね、こういう形で、第2取れなかった、普通にバッキュバッキュバッキュ、次勝ったら勝ちよ俺の、うん、で今ちょっとふざけも入ってたし、ここから2連勝したら一番気持ちいいから、その状況に持ってった今、あ、そう言われたからきつかった、そうだよね、日記みたいな、ここは多分最後の1勝取れると思う、俺はそれで、俺ね、そういうね、あのね、俺は盛り上げたいの、絶対盛り上げたいから、どれでの対決しようぜ、スタート、あ、これ回すできるかも、俺本当は知らない、いや、できると思う、できると思う、ずっと当てれば上に飛ばなかったっけ、確か、なあ、それトルネードやっぱ変わらないか、うっ、最大で、うわぁ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 、これ出してないじゃない、いや、それ強いよね、意外と、じゃあ俺がもう逆にこいつ使うわ、なるほど、まあ同期はいいと思う、いいと思う、スタート、溜めれた、もうこれだけで勝つよ俺は、最後まで使わない、月光がもうドンキーも途中で離すってことも全然ありますから、ね、ダメージ蓄積のために、あ、ごめん大丈夫で当たってなかったら、ちょっと溜めること邪魔できるもんね、月光が言って、あーちやばい、負けた最弱じゃない、でもパンチ何回食らったかしらHa ha ha!